エアボーン、エアボーンは、兵員を高速で、長距離移動させたり、敵の背後に部隊を展開させることを目的として、飛行中の輸送機から兵員が落下山降下すること、グライダーを利用することもある。日本語では、日本陸軍の造語である、空中挺身または空輸挺身を略した、空挺と称され、陸上自衛隊では、空挺という語をそのまま用いている。 停身を、停身と書く場合があるが、停身には、身を捨てるという意味があり、危険を顧みず自身の身を捨てて、敵陣中に降下する姿形容した語である。これとは別に、航空機が離陸した状態のこと、転じて離陸タイミング、離陸した瞬間を指す場合もある。空艇では、輸送機に兵員が分譲し、戦闘機や攻撃機、コイン機の護衛を受けながら、 戦線の後方へと進行し、パラシュート降下、または、グライダーの強行着陸によって、部隊を展開することができる。ヘリコプターで展開地に降りるヘディボーンとは区別される。地上に降りた後は、通常の陸上部隊と同じように行動する。敵陣地や障害となる地形の影響を受けずに、高速で戦略起動し、戦闘展開が可能であるところに特徴がある。 第二次世界大戦中、輸送機の発達とともに大きく発展した。第二次大戦のほか、朝鮮戦争や第一次インドシナ戦争、第二次中東戦争でも用いられた。ヘリボーンと比較して、以下のような利点を持つ。欠点としては、以下が挙げられる。航空機により、部隊を高速移動させるという構想は、ある程度現実的なものとしては1910年代から存在していた。 パラシュートは飛行機からの脱出方法として実用化されていたが、これを兵員輸送手段としても利用することが考えられた。例えば、第一次世界大戦中の1917年には、イギリスのウィンストン・チャーチルが残豪船の膠着状態を打開する手段として、敵人工法へのパラシュート効果の研究を指示していた。実戦でパラシュート効果による 兵員輸送が最初に実施されたのは、1916年10月のことである。ドイツ軍の中尉と特務総長がパラシュートを使い、鉄道破壊の任務で潜入作戦を成功させた。より明確な戦略的意義を帯びたものとしては、フランスのエブラール空軍少佐が部下1名と共に行った空艇侵入と物資の空中投下による継続的な広報拡乱作戦が挙げられる。 第一次大戦末期には、アメリカ陸軍航空隊の少佐とウィリアム・ミッチェル、ジュンショ将らが、第一不評師団の一部を、メスの敵人候補へとパラシュート降下させる計画を、提案した。ミッチェルらは1919 19年2月の実行を、計画したが、そのような陶器的な作戦を実施する必要がある、戦況ではなくなり、中止された。本格的な空挺部隊を最初に編成したのは、 ソ連軍である。ソ連にはナップサックパラシュートの先駆者、グレープ・コテルニコフがいた。ソ連は1927年の陶器大演習で8人の公兵を空挺降下させ、その破壊工作が成功と判定されたことをきっかけに本格的なエアボーンの研究を始めた。ソ連は全土にパラシュートクラブを創設してパラシュート熟練者を集め、 有事の空挺兵士源の要請を図った。1931年に現在のロシア空挺軍の起源となる最初の空挺部隊を創設した。また空挺戦車などの研究も行っていた。1935年9月にはキエフで数百人規模の空挺部隊の公開演習を行い、翌年にはミンスク付近で火宝18門や自動車を伴う1200人による 空挺演習を成功させた。この演習はアーチボルド・ウェーベルラ各国の駐在部官も見学しており驚くものが多かったが実際に空挺部隊の創設に動き出した国は一部であった。1930年代後半には世界最大のエアボーンを誇っていた。ドイツ軍がエアボーンの研究を本格的に始めたのは1936年だった。ドイツは ソ連と異なり、秘密裏に研究を進めた。第二次世界大戦においては、パラシュート効果のほか、グライダーによる強硬着陸によるエアボーンが行われた。ヘリコプターは、大戦末期にようやく実用化されたが、輸送能力が低すぎたため、リボーンは行われなかった。対戦中の1 9四十年四月、ドイツ軍がデンマーク占領のためにオールボグルへ降下したのが、 最初の空挺作戦である。同年5月、ベルギーのエヴァンエマール要塞攻略の際にもおよそ70人の空挺部隊が寄られ、ドイツ軍はグライダーで要塞上に降下した。この戦いで、ベルギーの守備隊戦200人が、冬打ちに遭い、ドイツに降伏した。ドイツ軍空挺部隊は1941年に行われた、クレタ島の戦いにおいて島占領する戦果を挙げたが、 兵士と輸送機の損害が非常に大きかったため、これ以降は大規模な空挺作戦は行われなかった。しかし、初期のドイツ軍ウェアボーン作戦の成功は、各国に衝撃を与えた。日本軍によるものでは、1942年、昭和17年に1月に、海軍落下山部隊によるセレベストをメなどへの、同年2月の陸軍落下山部隊、 停進部隊によるパレンバンへの降下作戦、パレンバン空挺作戦度がある。特に、太平洋戦争の最重要攻略目標である、パレンバン油田及び飛行場をしわたたく間に、制圧した陸軍落下3部隊の活躍は目覚ましく、作戦に参加した兵員は後に、空の新兵と呼ばれた。対戦後半には、連合国側が、クレタ島の戦いのドイツ軍を評価して、 わずか50人の実験的な空挺師団を整備運用し、ジョージア州フォートベニングで最初の活動を開始。その潜在能力をいち早く気づいたのが隊長のウィリアムリー少将であった。まさにアメリカの空挺部隊の基盤を作った人物であり、空挺の父と呼ばれた。また、対戦中には2つの空挺師団が訓練を行っていた。オールアメリカンこと第82空挺師団と、 スクリーミングイーグルこと第101空挺師団である。1943年のシチリア島上陸作戦の他、ノルマンディ上陸作戦、マーケットガーデン作戦で用いている。特に、マーケットガーデン作戦は3個師団半が空挺降下するという大規模な作戦であった。この他、空挺部隊海の親である、ソ連軍もキエフ奪回作戦時に空挺降下を行っている。 イギリス軍はビルマの戦いで、ウィンゲートがグライダーを使って後方への侵入を、たびたび行った。ここでは、グライダーによる降下だけでなく、回収までもが行われた。なお、極めて得意なエアボーンの例として、1942年2月末に、ソ連軍が行ったパラシュートなしでの降下作戦がある。現在のカルーガ州、ユーフの不正法のドイツ軍補給路付近に、 朝廷空飛行中の輸送機から約1000名のソ連兵が飛び降りた。積雪による安全な着地を期待したものであるが、約半数が負傷し、ドイツ軍の反撃も受けて失敗に終わった。その後の朝鮮戦争の宿舎は、順側の戦いや第一次インドシナ戦争のティエンビエン風の戦い、第二次中東戦争のポートサイドの戦いでも用いられている。しかし、 その後はヘリコプターの性能が向上し大規模なヘリボーンが可能となったため、陶器性、危険性のあるパラシュート降下作戦の実施は減少した。ベトナム戦争では偵察や秘密任務のために北、ベトナムやラオス、カンボジアに向けて小規模な空挺作戦が行われたが、補助的なものであって大規模なものは行われなかった。 それでも1983年のグレナダ進行作戦ではアメリカ陸軍第75レンジャー連隊がポイントサリネスにパラシュート降下作戦を実施。1989年のパナマ進行作戦オペレーションジャストコーではアメリカ第82空挺士団第504パラシュート不評連隊を機関とする第82空挺士団第1旅団がトリジョス国際空港において 大規模なパラシュート降下作戦を実施した。この作戦の時は、空挺戦車部隊1個中隊 M551 シェリダン空挺戦車重量装備をパラシュート降下させている。アメリカのアフガニスタン侵攻において、アメリカのレンジャー部隊が半ば広報目的で夜間降下作戦を行っている。イラク戦争ではアメリカ第173。 空挺旅団がイラク北部のバシュール飛行場に対す空挺降下を実施している。モータースポーツの世界では車両が浮上するクラッシュを指す。これは後方車が前方車のタイヤに乗り上げたり、車体下部に突然多くの空気が流れ込むことで起こるものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。